瞑想レーション茶です。今回はこれヤフオクで買った関東吾妻錦のギリギリ稚魚か稚魚じゃないくらいの子たち。どう？で、匹数は50から60くらいかな、目測。ただね、買う前から写真でちょっと思ったのは、黒目の子が多いね。黒目好きじゃないんだよ。あとはやっぱ背びれを見てると短いっていうか狭いっていうのかな、背びれが。そういう子もいるから、何の問題もない子もいれば明らかに羽だなっていう子もいる。で、値段は送料抜くと3600円かな。個人的にはやっぱ鈴木吾妻錦が一番人気が高くて値段も上がるっていうイメージがある。特徴としてはフンタンがモリモリみたいな、ちょっと体も長めで色が強めに入ってたりとかする子が多いかな。この子なんか結構綺麗だね。この子でかっ。この子でかいぞ。6センチぐらいある。やっと金魚の導入が終わった。長かった。導入終わって3時間ぐらいかかったわ。水合わせとか撮影も込みだけどね。あとは、どこに入れようかなとか、また普通の水槽も水替えしたりねして、こんな感じですわ。これはあんまり好きじゃない子っていうか、稚魚水槽バラバラに入って、これが振り分けた吾妻錦の良かったやつと、もともと住んでる子たちもいるけど、結構過密になっちゃった。これちっちゃいからまだいいけどね。どう？でね、64匹いて、だいたい半分ぐらいは俺の中では選別漏れ、黒目だったり背びれが細かったりしてた。別に黒目って本当は悪いことではないと思うんだけどな。そういう意味では背びれが細長いっていうのが10匹いないぐらいかな、いいなって思う。しかも見てこれ、結構綺麗なんだよ。この大きさなら間違いなく当歳だと思うから、今後に期待。まだまだ成長する。まあここ自分家じゃそんなに成長しないかもしれないけど、俺もともとそんなに大きい金魚が好きじゃないから、まあいい感じのサイズで、そこそこ、この子とかもね、肉流とかフンタンモリモリになってくれればいいなって思ってる。でこちらがお隣の、こちらも小さい水槽で、ここにはね、もともといる子がほとんどなんだけど、こういう子とかすごい本当にいいなって思った子を入れてみた。この子ね、めちゃめちゃお気に入り。柄も綺麗だし、フンタンも、フンタンというか顔の肉流もいいし、尻尾に黒も入ってるし、他にもね、この子も綺麗だよね。この子も綺麗。これがね、100円以下っていうね。本当にもともといる子もたくさんいて、まあ、こういうね、ベールテールのヒレナガのデメキンもいるし、この辺はライオンヘッドの稚魚。見えるかな、この奥にいるの。アルビノも一応いるんだよ。白いアルビノ、綺麗。大きくなるかな。何せよ疲れたよ本当に。さすがに3時間ね、水替えとか選別とか水合わせとかね、疲れた。逆に時間かけないといい導入できなくて、死んじゃったり病気になったりして後から余計苦労するから、最初の導入をきちんとやってあげることが
大事。みんな無事に長生きしてくれるといいな。ちなみに選別漏れしたアズマ20-30匹ヤフオクで売ろうかな、売るかもしれない。ということで今日もご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。